はい、皆さんこんにちは、フラワーティスト陣です。今日はですね、藤沢くんをお迎えして、このポインセチアの管理の方法について皆さんにお教えしていこうと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。まずね、こうポインセチアこうやって綺麗な状態であるじゃないですか、はい、で今日は何を隠すクリスマスイブなんですよ。はいはい。でクリスマスイブ、まあクリスマスの花だから ね。クリスマスが終わった後に、まあこの子はずっとお家にいるわけですよ。はい。それで大体このポインセチアって割と丈夫じゃないですか。はい。だからずっとこうそのまま越冬して、うん、春を越えて夏を越えて来年までいる人が結構いるんですよ、これは。だけどそこでほとんど 100% の人が言ってくる質問が、うん、赤くならない。ああ、そうですね、うん、よくありますね。赤くならないって言ってくるんですよ、これね。じゃあね、これ多分すごいみんな疑問だと思うんですけど、うん、どうしたらこれ赤くなるか、てか赤くしたいじゃないですか、はい、せっかく持ってるから、はい、お家でポインセチアを赤くできる方法を今日は皆さんに出てるやつ。いきなり無茶ぶりですね。ポインセチアは単日植物って言って、ある程度の日数で日を遮断してあげないといけないんですよ。人工的な電気とかも与えちゃいけないぐらい、そういうふうに育てないといけないんですけど、でもなんかよくね、はい、よく本当にこう噂的にみんな多分遮光するっていうのは知ってるんだよね、うん、でだけどまあじゃあね、それを遮光すると赤くなる赤くなるっていうけど、うん、どうしたらじゃあいいのかっていう、要するに一つの疑問として、うん、じゃあ遮光したら全部赤くなるのか、うん、っていうことになっちゃいますか、はい、ね、じゃあなんでこいつが赤くなるのかっていうことですよね。そうですね、うん、これはね、まあ、ともかくこれ全部終わったらこのまま育てちゃうとだらしがない株になっちゃうんですよ。ああ、そうですね。なので、2、3節を残して1回買っちゃって、ああ、切っちゃう、切っちゃう全部 2、3節を残して。それはいつぐらい？これはね、下っ端がね、黄色くなってきたぐらい。もうじゃあ結構すぐじゃん。まあ、1月から3月の間にやってもらっちゃって全然構わないんですけど、1月から3月の間に2節残して切る。はい、うん、これで、夏はね、風通しのいい場所で育ててください。風通しのいい場所っていうと外、まあ、外がいいですね。日がガンガン電に当たらないような外。そうですね、ちょっと半日陰のような外に置いとくということですね、うん。でそうすると新しい芽が出てきますんで、今度それを色づけていこうということ。なるほど、はい、じゃあ今まであるものはダメなの？あ、そうすると大きくなっちゃうってだけね。そうですね、そうすると変な話、これを作る箱とか、うん、日を当てないようにするためにする場所が結構取ると思うんですよ。なるほど、じゃあそういうのある人は別に育ててもいいってこと、うん、まあそうですね。じゃあもしポインセチアをでかく大きくしてもう大丈夫な場所が確保できている人はそのまま2節切らないで育ててもいいそうです。はい、はい、でいざその遮光する時期なんですけど、大体9月の中旬から下旬ぐらいに、午後5時から朝の7時とか8時ぐらいまで、まあ全く日の当たらない場所があればそこに置いてもらってもいいんですけど、まあ、そういう場所ってあんまりないと思うので、まあ、段ボールとかこれが全部隠れるような箱で隠してください、うん、全部これを囲っちゃう、囲っちゃう。 あそれで全く遮断、全部を遮断して、全部遮断して、じゃあこの赤くなってるところだけを、赤くしたいところだけを遮断するんじゃなくて、全部を遮断する、はい、はい、でそれを大体、まあ、1ヶ月から2ヶ月ぐらいですかね、うん、やってもらうと徐々に赤くなってきます。じゃあこれをこう遮光すると、はい、うん、ここは今赤くなってくるんですよ、じゃないですか、はい、ただね、うん、理論的にはなんかそうなのかもしれないけど、うん、こうもっと詳しく知りたい人がいると思うんですよ、うん、なんでこう赤くなるのか、僕なんかそうなんだけど、うん、
なんで、うん、遮光すると、うん、ここだけがね、うん、上だけが赤くなるのか知りたくないですか皆さん。なるほど。知りたいですよね。それはまず単日植物の特徴として、うん、その日を短くすると花芽をつけるんですよ。ここの中心に皆さんこれ多分花とか葉っぱとか思ってますけど、うん、まあ、ここによく見てもらうと花があるんですね。ここにね、これ皆さん花があるんです。ここに真ん中にね見えましたね。はい。でその花が出て、はい、でこれはこれね、花がついてからこれがだんだん赤くなってきます。あ、なるほどね。はい、じゃあこいつ花と一体化してるわけだ、要するに。そうですね、うん、まあ、俗に言う苞っていう葉っぱではないんですけど、うんうん、まあ、この花芽を守ろうとしているものですね、これは。あ、なるほど。それがじゃあ赤いわけだ。そうです。あ、なるほど。だから上の部分だけ赤くなるわけね。はい。要するに葉っぱじゃなくてこれは苞っていう部分なんです。だから花を守ってるこう葉っぱみたいな、そうですね、感じのもので、それが赤いという。はい。あ、だから上だけが赤い。なるほど、素晴らしいじゃないですか。あと何か補足することなんかあります？補足することは霜に蚊に弱いっていう冬の植物。ああ、そうだね。外とか一発やられちゃったね。外とかに置くと死んじゃいますんで、うん、そこは気をつけてもらいたいところ。寒すぎちゃいけない。日本の冬は寒いからね。そうですね。寒すぎちゃいけないってことですね。寒すぎると葉っぱがだんだん黄色くなってきてポロポロ落ちてきて、はい、あ、なってるなってる、うんうん、なるほど、そうなんだ。はい。じゃあちょっとまとめると、はい、これが来年例えばこのままの大きさでもう一回来年楽しみたいって人は、葉っぱが黄色くなってきたら二節目ぐらいを残してバツッと一回切ります。それで新しく出てきた根を育ててそのままもらっていくと。でもっと大きくしてもいい人はそのまま育てていきます。そうするとだんだんこれもグリーンになってちゃうんですよ。実はみんなグリーンになっちゃうんですよね。それでそういう状態にしていって9月中旬から下旬ぐらいになったら、夕方の5時から次の日の朝の8時ぐらいまでポインセチア全体をすっぽりとこう遮光する、まあどっか暗い部屋に持ってってもいいわけです。そうですね、うん、に持って行って、それを毎日続けるんですよね。毎日です。そうするとここに花芽がついてきて、その花芽を守るこの苞っていう葉っぱみたいなところが赤くなって、こういう状態になるということですね。はい。では皆さんは来年こいつをポインセチアを赤くしたかったら、今言った通りにやってみてください。そうするとこうバリッとしたね、赤いポインセチアが出来上がります。出来上がります。まあ、結果は出ないと思いますけど、まあ1年後ですから分かりました。じゃあ今日はこのポインセチアの管理方法ですね。あ、水やりはどうなんですか最後。水やりですか、うん、水やりは基本的には乾いたらあげるのが一番いいと思うんですけど、やりすぎちゃいけない。やりすぎると違います。了解しました、はい。まあ、じゃあ水もやりすぎには注意するということ、はい。まあ、要するにそんなに手がかからないってことだね。まあそうですね、わかりました。では今日はこれで皆さんもポインセチアの謎が解けたと思いますので、来年からはポインセチアマスターとしてポインセチアをぜひ赤くしてください。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さん良いクリスマスを。あ、お迎えした後か。あ、お迎えする明日クリスマスだもんね。そうですね、良いクリスマスをお迎えください。メリークリスマス。